西山と学園中学校、高等学校は奈良県北葛城郡河合町に所在し中高一貫教育を提供する私立中学校、高等学校。中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒とを混合せず分けたまま学級を編成する併設型中高一貫校の形態をとっている。 1986年4月、奈良県北葛城郡河合町の緑に囲まれた地に、西山と学園高等学校が開校。当時奈良県議会議員で文教委員だった田野瀬良太郎が、毎年奈良県から大阪府下の私立高校へ進学する生徒の数が3000名以上あることを知り、進学を目指す男女共学の高等学校として、奈良県内の現在地に開校した。 1988年には西山と学園中学校開校。以前は男子のみ6年間の中高一貫、教育課程と高校からの男女教学の3年間の教育課程があったが2014年度より中高ともに男女教学の併設型中高一貫校となった。男子寮が学園敷地内にある。自宅からの公共交通機関を利用しての通学が 片道2時間以上かかる人でないと入寮が許可されないが、通学生の大学受験への配慮として、主に高2から、通学が2時間以内でも入寮許可が得られる場合がある。毎年、中3は希望制で、長期留学と短期留学を行っている。長期留学は1年間アメリカに留学し、短期留学は3ヶ月アメリカ、またはカナダに留学する工程になっている。 長期、短期ともに設定された成績の基準を上回らなければ参加を希望することはできない。長期留学は夏休み頃に出発し、高校生になってから帰国する。また、長期留学生は内部生のクラスではなく、高校編入クラスに入ることになる。一方、短期留学は冬休み頃に出発し、卒業式の直前に帰国する。また、 短期留学生は通常通り内部生のクラスに入ることになる。数学などの主要強化に関しては帰国後、補修授業を実施しているが、実施されない年度もある。年度ごとに異なった企画が行われる。体験学習は中1、中3まででそれぞれ違いがある。例としては以下の通り。中学では文化部と体育部。 体育部もしくは文化部と特別局ならば、県部ができる。高校からは、県部は文化部もしくは体育部と特別局なら、可能。2019年の入学式において、西山都学園の設立者の田野瀬良太郎の次男で、衆議院議員の田野良板道の関係者が、新入生の保護者に対し、講演会への入会を促していたことが、2021年3月までに、明らかになった。 生徒らからの訴えを受け調査した弁護士は教育基本法で定められた学校での政治的中立性の確保に抵触するとしている。ありがとうございます。